集中です。で、あ、でも今日もいいですね。緑とピンクで。ね、あ、いいですね。うん、緑とピンクで。絵面が。そこが。誰も見てないこと。キイチゴさん。キイチゴさん。あ、ちょっとお昼のコメントお待ちしております。こんにちは。こんにちは。僕が増えたんだよ。あ、先生、どうも、元気ですよ。よかったら見てください。12時ですね。じゃあそろそろ始めますかね。はい。またタイトルコール。はい。でも忘れちゃうね。よいしょ。よいしょ。はい。じゃあまた12時行きましょう。では行きますね。はい、地蔵みラジオ室、はい、始まりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあまあ、はい、地蔵みは、はい、そうそうそう、そう、私朝の波動の古着屋をやってるアミコと、はい、地蔵ちゃん、はい、着物沼の地蔵 AKA 着物変態がお届けしますそう、着物変態、まあね、着物が好きすぎて、もう変態的な愛を感じて、いろいろやっている。狂気を感じる。そう、あの、YouTube とかね。あ、そう、YouTube とか、なんか、最近は17。なんか、そう、17ライブとか、ライブ配信みたいな。ライブ配信、あの、結構動画のスペシャリスト。はい、そんなことない。皆さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。よろしければご覧ください。お願いします。そうそう、それで、我々なんとなく、この地蔵みとか言って、そう、地蔵みっていう、ね、格のユニットを組んで、そうなんですよ。なんかこうね、活動リリースイベントとか、リリーベやったりするんだけど、何も歌ったりも何もしない。してないです。完全に架空なんだけど、架空のテクノポップユニット、ね、そうそう、っていうとこから始まったんだけど、ごっこ遊びだよね。だからずっとごっこ遊びをしてて、本当にラジオっぽく今ね放送してるっていう。ゆうちゃんこんにちは。そういうことの次第ですよ。そう、ね、なんだけど、せっかくだからね、我々のなんか、その肩書きっていうか、我々2人が何をしているのかとか分かりやすい、そう、形容する言葉みたいなね、なんか欲しいんですよ今。そう、でもね、やってることが ね、まあ、着物は着てるけど、いろいろ興味が多岐にわたっちゃってるんで、そう、あのなんか私たちにこう合う、ね、なんかこう いい名称を、そうそうそう、なんかあったら何か、そう、今は架空テクノポニックユニット地蔵編みですけど、架空テクノポップユニットじゃなくて、なんかもうちょっとこう、もうちょっと具体的なね、具体的なね、そう、そのまあ訳のわからなさがね非常にいいんですけど、そうそう、なんかいい言葉があったら、そう、ちょっとね、あのお便りをまたお待ちしております。うん、あの、ね、お便りって言ってますけど、あの DM でいいんじゃない、この、そうそうそう、ね、この、はい、何動画のコメントとかでも、うんうん、何でもいい、コメントでも、はい、大丈夫です、はい、ぜひお願いします。じゃあ、はい、ちょっとオープニングミュージック、ありがとう、今日も、今日もありがとう、定番化していきました、ね、そうですね、そうそうそう、で、まあ、今日は9月21日火曜日、今日は十五夜の日です。十五夜ですね、はい、今、今日の暦の話をちょっと、今日の歴今日の歴暦話します。まあ、今日は、まあ、中秋の名月と言われる、まあね、お月様が一番一年で綺麗に見れるよみたいな年ですね。昨日の夜の宵待ち月もすごい綺麗だったし、うんうんうん、今日もまあ多分晴れる、ちょっと夜 この辺は曇ってくるかもって言ったけど、うん、東北の方はねすごい晴れるからよく見えるっていうのを朝天気予報で見ましたお月見ね、そう、お月見で、お月見、そう、十五夜って満月のイメージだけど、実は満月じゃない日の方が多かったりするっていうのを知って、で今年はちゃんと十五夜と満月がかぶさった日、まあ、ちょうど、まあ、でも満月がちょうど今頃らしいんですよ、本当に10、うん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 、何
ミチルと。ミチルと。まあ、で昼間だから見れないんだけど。うんうんうん、でもまああと、うんうん、今年はだから8年ぶり。へえ。8年ぶり。8年ぶりに満月と十五夜が重なる日。すごいよね。8年に一遍と考えたらオリンピック2回目です。そうね。そう思うんだけど、ね、でも実は来年も再来年も。被ります。でもその後が開くんでしょう。あ、そうそうそう、その2023年の後は7年空いて2030年にならないと。どう、まあでもずれるって本当にすごいバイクね、またね、さっきからね、さっきからちょっとねお天気がよろしいので、うん、いいので皆さんのバイクそうそうそう、ね、今日はこのままお天気持つといいなっていうのと、そうですね、あ、それで、あの昨日私これお月見用にちょっとお花をあつらえてもらってきたんですけど、かわいいでしょ、ポンポンマムとススキと、すごいかわいい、この白いやつ、これこいつね、こいつお団子みたいでかわいくないですかっていうそう、月見団子だよ、かわいい、まさにちょっとこれね、はなりさん、花どころはん、私お世話になってるはなりさんでちょっとあつらえてもらって、でこれ、うん、このセットにしたのはなぜかっていうと、私の前に買ったお客さんがこのこれをね、いい組み合わせ、すげえ可愛いってなって真似をしました。いやでもこれ可愛い、本当可愛いでしょ、ね、ちょっとね、オイラのテーマカラーみたいなのも入れておきました。本当だ、そう、アニコさんっぽい。そうそう、でね、そのはなりさんは今ちょうど昨日で2周年を迎えまして、 おめでとうございますでね、ちょっとね、とてもいいお花屋さんなので、近郊の方、まあ、水戸にあるんですけど、はい、行っていただいて、で今2周年なのでちょうどちょっとノベルティープレゼントみたいなので、昨日いただいてきた手ぬぐい、素晴らしい、かわいい、うん、花火さんオリジナル手ぬぐい、そう、なんか毎年出してて、開店の時、去年の1周年の時の、うんうんうん、買い出しててね、毎回、まあ、なんかすごくセンスがいいので、はい、花火さんはいい、あそこはいい、いいでしょ、いい場所です本当にそうなんですよ。そう、今日、明日は確か水曜でお休みだけど、うんうん、今日もやってますしね、あのお月見用のお花とか ね、ちょっと、これはまあ2500円以上お買い求めの方にプレゼントということで、はい、買ってきました、うん、あとそうで、その花火さんで青いジュエリーさんっていう方がまあ、アクセサリーよくこう見てるんだけど、今回その葵さんのちょっとした葵さんからもプレゼントがあって言って、これがね、またすごいなんかね、かわいいの、魔女みたいじゃない、ね、そうなんかね、いいね、すごい魔女っぽくて、うわ魔女かわいい、魔女になりたい人そう、私も魔女になりたかった。そうでしょ、魔女子でしょ、うん、そう、あの魔女図鑑って本借りてきて読んでたもんだって小学生の時。今度ここになんか、ね、鍋みたいなのを煮詰めてる画像とかねハロウィンも近いし、ね、これも素敵で、なんかね、あの数に限りがあるけどもらえるって言ってたので、ぜひ皆さん、はなりさんへ、はなりさんぜひ遊びに行ってほしい、ね、いや、いいよ、いいよ、ででね、そうそう、そうでね、なんだ、あ、ちなみに今日もまた、あ、そうだ、今日もまた一粒万倍日でした。でたまたまなんだよね、前回も それを別にその日にしようっていうのも日にちを決めてやってる、うんうんうん、それで気づくみたいな感じだから、そうそう、たまたまだけど、これはなんかちょっと嬉しいですよね、ね、あの何を始めるにもいい、そうそうそう、あのこう今日始めたもの がもう万倍に、万倍にもなる、ただ借金はしない方がいいそうです。皆さん借金にはお気をつけくださいねそれが膨れ上がっちゃうみたいなので、ね、それは気をつけてください、ね、そうだね、もうでも本当お彼岸だから、そうね、お彼岸だよね、お彼岸、彼岸花がすごいやっぱり綺麗に咲いてて、うん、そう、今度だから23日秋分の日、うん、の誕生花は彼岸花だそうです。へえ、うん、誕生花、うん、まあやっぱりこの時にね、そうか、誕生花ね、なんかそういうのも私調べるのが好きなので、ね、いろいろありますもんね、うん、その彼岸花、彼岸花の呼び名をね、ちょっと研究を、研究というか、まあちょっと知ったからご紹介したいんですけど、まあ茨城の方言として、ね、そうそう、茨城の土地に伝わる言い方としてよくあるのが、まあ彼岸花って曼珠沙華なんだけど、まあよくある仏花っていう、
仏様の花、仏様の花、まあ、やっぱりまあお彼岸に通じるっていうのと、うん、そう、あとお墓とかによく咲いてるから、うん、墓場草っていうすごい墓場草ってね、かっこいい墓場草、そうで、その墓場、まああの世転じて、うん、地獄花とかかっこよくないですか、地獄花、地獄花すごいよね、タイトルが地獄花、ね、結構ね水戸近辺でも言われるっていう、あのすごいね、彼岸花、彼岸花から地獄花ってすごい、ね、で毒がやっぱりあるからね、毒花とか、うんうんうん、そう根っこにね毒があるんでしたっけ、うん、ね、モグラよけに植えてたりするんですよ、だからあの田んぼの脇とか畑のへりとかに植わってるのはモグラをね避けるためと、うん、なんかそういう話を聞いて、うん、いや私すごい気に入ったというか、こんな素敵な呼び名みたいな、狐のかんざし、うん、ね、ね、聞いたこと、ちょっと聞いたことあると思って、狐のかんざしは、狐のかんざしとか狐花、はい、うん、あと花魁花とか、うん、ちょっと妖艶な、実際に本当さ刺したらね、かんざしみたいにファーってあるから絶対可愛いと思う、うん、ちょっとそのなんか惑わされるような美しさみたいなのからこう名前来てんだなと思って、なんか魅力がね独特のありますよね、うんうん、あと雷様花、雷様花、どこで言うの、大吾とか、山形町、山の方、やっぱ雷が、雷も関係するんだ、うん、へ、雷様っていうのは茨城弁で、あ、そう、雷、ね、そう、雷、雷様がくっとっていう、そう雷様とか霊様とか、そう、だからね、おへそ隠さない、そうそうそう、へそ隠さ、へそ隠すねという感じ、そう、ガマナ綺麗だし、お天気いいと本当にこう青空と映えるので、うん、お近くでも見てみるといい、ね、そうですね、ガマナね、ヒガンバナがリコリスの仲間だっていうのを昨日ホームセンターで好きで、そうそうそう、咲き方がね、リコリス味の外国にはお菓子がいっぱい、リコリスキャンデーとかグミとか、うんうん、この今日私だからグミのねピアスにしたんですけどね、そうグミ、ああいつだ、そう、あのハリボーみたいな、そうハリボーみたいな、ハリボーがのあの多分メーカーがタイヤの車のタイヤの形の真っ黒いグミを出してて、すっごい私はまずいタイヤ見た目からしてでも絵面がね、絵面がね美味しくなさそうなんだけど、そう食べてみようと思って、しかもリコリスってよくそのお話とか読むとリコリスキャンデーを舐めてる描写とかがあるから、うんうん、ちょっと食べてみたいって思って、憧れがあったから、あのリコリスだと思って私買ったんだけど、すっげーまずくて分かんない、私はちょっと合わなかったっていうのをね、チャレンジしてみるか、そう、アミコさんの彼岸花からちょっといろいろね浮かんで、うん、そうそう、リコリスだよね、どうでもいいね、またすごい有意義で、それちょっと気になるもん、そのグミそうそうそう、タイヤのね気になる、ソニープラとかで前昔売ってた、うんうんうん、グミってね、なんかこうグミって、ね、夢みたいだよね、ね、そうそう、色も可愛い、そう、そう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 、色も可愛いし、はいはいはいそうで、あの本当あの我々お便りを募集してるんですけど、はい、お便り募集しております、うん、あの本当にお便り、おはがきくれた方、いえー、おはがきありがとうございます、あのこの間先日ね、あのうちアトリエオープンしてたお客さんが、あのはがき持参で来てくださいまして、素晴らしい、まあ、そのおはがきをちょっと、ねね、質問コーナーでじゃあ行きましょうか、はい、はい、早速読みますよ、あこの間もくれた、ラジオネーム、本当ラジオネームから書いてくれて、あ、ね、あすごいすごいラジオっぽい、すごいすごいラジオっぽい、ラジオネーム手ちゆきママさんから、おー、 ありがとうございます、はい、ね、先日の放送、面白い話にニマニマしたり感心したりと楽しく拝見いたしました、ありがとうございます、ありがとうございます、で今回は地蔵さんに、はい、お聞きしたい、はい、リクエスト、はい、着物に似合うヘアアレンジを、紹介してほしい、おー、おーあの手ちゆきママさんがね、はい、自分でやると、はい、どうしてもおかみ感が増しちゃう、あで娘たちに笑われると、そのお悩みのようですね、だ簡単に手軽にでもこうなんかこう決まりきらない、やっぱどうしてもね着物っていうと、ね、カチッとしちゃうとちょっとおかみ感が出るかもしれないですね、美人さんだからね、そう、そう決まっちゃうっていうのは逆にかっこいいことだと思いますけど、まあそういうのでちょっとなんかこう確か結構ロングだったので、ロングですね、うん、
なるほど。じゃあお願いします。児童さんに。そうですね。着物に似合うヘアスタイルってよくそうですね。あの似合う感じにしてくださいっておっしゃるんですけど、うんうん、逆に似合わない髪型があるのかって私はなんか思っていて。そうなんですよね。そうそうそう。ね。結構そうだね。そうなんですよ。逆にイメージなんじゃない？その和服だから髪はまとめなきゃいけないとか、いけないとか、なんかこうしかもこうなんか夜会巻き的な。そうそう、キリッとねまとめなきゃいけないとか、ね、うん、そうなんですよ。だからこう結局はその着物に似合う髪型なんですかって聞かれた時に、その方の着たいイメージってあると思うんですよね。うん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 、かっこいい感じがいいのか、ね、可愛く着たいのかとか。うんうん、で結構髪型の持つなんだろう、そのコーディネート全身の中で髪型とかメイクも含めて割と重要な位置。あ、そうよね、やっぱりどうしてもね、視線は上に行くし、あの同じコーディネートでも髪型が違うとまた全然違って見えると思うので、うん、味付けの部分っていうから、なんか最終的にイタリアンにするのか和食にするのかみたいな、うんうんうん、その味付けの部分が結構その髪型メイクが私は占める気がしているので、うん、確かにそうなんですよねって思ってて、だからまあ何をどうしてもアレンジしてもいいよとは思うんですが、ただまあそのまず悩みとの中で今おかみ感をなくしたいっていうのが大きいお悩みっぽくお見受けしたので、うんうん、そしたらですね、あんまりまあカチッとしすぎないっていうのと、あのよくその最近流行りの少しルーズな感じのアレンジをちょっと練習してみる、うんうん、であれをそう、あのちょっと引き出すやつで、ただあれをやるときに何も髪の毛についてないとボサボサに見えちゃうので、うんうんうん、必ずこうまとめる前にちょっとワックスなり、まあ、オイルでもいいんですけど、ね、かつけて縛ってからそれで引き出していくと、手もちょうどいい感じにベトついてるので、あ、なるほど、あの余計な毛を引っ張らないで済むので、そういう感じでアレンジしていただくと、あと編み込みを使ったり、ふわり感とかの編み込みとか、くるりんぱみたいなの、そうそうそう、ちょっとこうちょっとふわっとさせるあげると、おかみはそんな頭しませんのでおかみからちょっと遠い、おかみじゃなくてそうそうにするといいのかなっていうのが、うん、確かに、はい、そうですね、うん、ちょっと今度じゃあ、 あれですね、マネキンも持ってきましょうかね。あ、ここ、そうだね、ちょっとここで、ね、ちょっと私のさ、ほら頭あまりモデルに不適当なので、今短いから、ね、今長くないから、でも ね、 ね、そう、あのボブでもできるアレンジとかもこれから、うん、あ、そうですね。私もこれからちょっとまた伸ばそうかなと思っているので、うんうん、なんかそういうヘアアレンジも、うん、はい、またお会いした時にそうですね、ちょっとやるといいかね。でもいつも素敵だからね。そう、いつもそう、でも素敵だからなんか別に。うん、あとはそしたらおかみっぽくなヘアアクセをつけるのはいかがでしょう。確かに、あの普通に一つのお団子とかにしてても、そこに何だろうな、大きいシュシュとかをつけたりするだけでも見え方違いますし、あ、そうそうそう、あれですね、こういう大きいシュシュをつけて、朝の波動でこちら販売しておりますこちらの ね、 ね、シュシュとかを使うと、ね、シシとかね、そう、あの、そう、あ、そう、この間ね、そう、あのお客さんこのやっぱシュッシュと、ああ、組み合わせのかんざしを組み合わせて、すごい素敵なね、かわいいね、なんかね、あのアレンジしてた方がいて、これかわいいでしょ、これかわいい、お獅子がいるんですね、シシシシ、お獅子かわいいんですよ、ね、そう、ちょっとこう遊び入れてあげると、入れてあげると、そうそう、あの違いますね、うん、なんでそう、なんか抜けた、あ、なんか抜けた事故、おっとっとっと、そうそうそうっていう、まあアクセでごまかそうこんにちは、かな、あとなんだろうな、そう、着物ね、メイクとか、そんな感じですかね。あとこう、まあ、前髪のあるなしとかでもね変わってきたりはするので、うん、確かに、そうね、まあ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 、あの、うん、かわいいアクセでごまかそうか、今いろいろあるし、ちょっと大ぶりなのつけたりすると、大ぶりなのつけたりすると、おかみ感は、あとはあの、まあ、こういう耳飾りですね、ピアスとか
まあ、これもおかみはつけないと思いますので。これとか、そう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 、十五夜だから十五夜うさぎちゃん、私のお気に入り、うん、これはマグチレさんですね。そう、そこでこうテイストをおかみからなるべくかけ離れたテイストにしていくのと、うん、あと半襟とかもですかね、あの髪型からちょっとそれますけど、あ、まあ、でもやっぱりこう視線が集中するところね、結局やっぱコーディネートとこうまとめてっていうのがあるから、で行くといいのかしら、まあ、ね、本当ヘアアレンジ会とかなんかやりたいし、ね、あとはでもおかみって言われるのは気にしないのが一番、うん、だからね、むしろかっこいいってことだからね。そう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 、あとなんだろうな、あの言う人があんまりそのもう着物イコールおかみっていう先入観がすごいありすぎる人もいるので、そうね、うん、そう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 、だからあんまり気になさらず、いつも素敵ですので、うん、そうそうそうね、そういつも素敵な方なので、気にしなくていいんじゃないかなと私はね思いますね。ちょっと緩いアレンジっていうのが、うん、緩いアレンジをちょっといい、あの緩いアレンジのやり方分かんなかったらまた改めて、うんうん、はい、いっぱい YouTube とかにあの上手な方出してますので、ね、今ね、YouTube 先生マジすげえ、そうで、マジパネっていう感じでいかがでしょうか、うん、またあのそれに ね、そこからまた派生する質問あったらまたどしどし、うんうん、そうそう、どしどし送ってください。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。でちなみに、はい、もう一通も、はい、あのそちらの旦那様からあいただいてます。あ、そう、この間はそのね、ご夫婦で、そう、素敵なご夫妻なんですよ、本当に素敵。その旦那さんのコーデがね、そう、すごいね、あれね、すごい良かったんです、あのすごい良かったっていうか、あ、本当かっこ、いつもかっこいいんですけど、そう、いつもそう素敵なんだよ。この間、うん、あの先日のラジオで私があのぐる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 模様に赤トンボの名線を着ていたら、うん、なんとそれをそのオマージュコーデで表れて、オマージュコーデでぐるぐるの一重に赤トンボのブローチをつけて、ね、あれかわいいね、かわいいし、そう、ちょっと私ちょっと感激しましたよね。いやあれはすごいね、あの見てこれちょっとかっけえと思ってきましたみたいな。そうだからなんかオマージュコーデとかもね楽しいよね、うん、そうそうそ そう、あ、だからやっぱりそのあの人に今日会いに行くからっていう、私たちもねよくあるそのそういう風にあのこれ言ったら喜んでもらえるかなっていうのがまさにそこで、そういいよね、ここでここで起きました。素晴らしい、そう、本当ありがとうございます、うん、そしてそのパパさんから、うん、ジュキパパさんからの、はい、何でしょう、来てるんですよ、ありがとうございます。結構真面目な長文の質問が来てます。長文はい、はい、じゃあ読みます。ラジオネームてちゆきパパさん、ありがとうございます。パパさん、ありがとうございます。あと初歩的なことで申し訳ないのですが、はい、そんなことない、旅について相談です。お、旅についてのご相談です。はい、はい、まあ、最近夏だったんでね、うん、素足に下駄で歩いてたんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと秋風吹いて涼しくなったので、うん、下駄に旅で出かけました。下駄に旅、はい、そう、そしたらね、つるつる滑って、あ、歩きづらくて、あ、なるほど、大変苦労したと。あ、そっか。で、下駄に旅は相性が悪いのでしょうかと。で、あと滑り止め付きの旅もあるようですが、うん、せっかくある旅をなんとか工夫して行かせないものかと思っております、うん、なるほど。お二人から良きアドバイス、我々から良きアドバイスがあるのかな、ね、あんのかなって、お願いしますってことなんですけど、はい、そうね、でも私もよくあの結構下駄年中履いちゃって、うん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 、そう、旅に下駄、私あんまり、まあ、滑るときは滑るし転ぶんだけど、相性悪いな、相性なんだろうね、あと下駄の素材、うんうんうん、そうそう、下駄のその表面のさ、表面の感じ、塗り、塗りのやつとか、そうじゃないかとか、うん、でも私基本的に塗り下駄なんだけど、うんうん、滑りそう、塗り下駄、そうでもないか、でも慣れてるだけ、慣れてるだけ、足裏の筋力の話。後付けでその滑り止めみたいなのをつけ、うん、何でやるんだったっけかな、なんかそのつける人がいますね、うん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 、何かを代用してた気がするんですけど、それについてはちょっとね、我々宿題ですね、私も忘れちゃった、なんかね、そういう、なんだろう、あの靴下とかも滑らない裏技、うんうんね、靴下滑らない裏技とかで検索していただくと、うん、ま、検索ワード、そうそうそう、多分そんな感じでやると、滑ら、何かその100均とかに売ってるものでその滑らないようにできる加工がね、なんかあった気がするんだけど、そうね、便利アイテムきっとあるよね、なんかね、あったと思うんですよ、何だったっけ、何使うんだっけ、そうそう、何かをこう貼り付けたりとか、うん、なんかこう皆さん聞いてる方でね、ご存知 の方いらっしゃったら、足袋を滑らなくする方法、今、ね、靴下でも結構あの、そう、子供とか、うん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 、あの滑るから、そういうなんかこうつけたいみたいなのは、なんか確か私もちっちゃい時
娘の小さい時なんかあった気がするけど、そう、忘れちゃったよ。もともとついてるのもあるじゃないですか、あのボツボツ、あの、うんうんうん、軍手の滑り止めみたいな、ああいうのがついてるのもあれのなんか付け方みたいなのがあった気がするんだよな。でもまあ要はそういう滑り止めみたいなのをちょっとちょっと何か加工していただくと、ボンドあボンドで、あボンドで、そうか、ポツポツってやって乾かして、ああなるほど、そんな感じでいけると思うんですよね。ありがとうございます。はい、ただいまあの足袋を滑らなくする裏技ご存知の方いらっしゃいましたら、うんうん、ぜひぜひあのここコメント欄でお待ちしております。旅に出た、ね、確かに滑る、切り下駄だとそうでもない、ね、でも物によるよね、きっと ね、うん、あと足裏の筋力、そうそう、ね、あの指をね、もしかしたら足今度沙織さんも父あんなの、父あんなの、あ旅型、あそうね、そうそうそう、もともとついてるやつね、そうか、それを重ねて、うん、あいにく男性からのご質問だったの で、 ちょっとで今のね、今女子は使えるね、これはあの手持ちの旅をね、どうにか生かしたいという、なのででもさ、女子はすごい使える、あのそうね、私も父アンナ の、 あの旅ソックス大好き、あの重ねてね、そう、なんかもうのはいい、まあ、なんかそういうネタあんじゃないのみたいな気がしない、ちょっとねネタがね今日もちょっとこちらにあの胡椒を用意してございますが、あピカちゃんこんにちは。そうね、でも旅がさ、もうこの人たち前提だからさ、そうだよね、そもそもね素材がね、木綿だったらそんな滑りもないのか、やっぱ今いろいろあるからね、今ねツルツルするものがねいっぱいあるからね、うん、お、なんかこれ私のさ、この画面がさ、これ止まっ、なんだろうね、コメントがほんとね、多分うちのがラグ、そうラグ、ラグ、ラグか、なるほど、ラグか、まあそんな、これはちょっと、ね、あの自分たちも宿題にするので、私たちもちょっとあの、あの、はい、またあの研究して次回お答えできたらと、ま思います。個人的にメッセージします、ね、ジェル貼るだけなら男性でもいけるかも。あパンプスのジェル型滑り止めを100均で買って下駄とか草履にペタリ、あなるほど、ね、でもやっぱそういうくらいのなんか、ね、やっぱ便利グッズありますよ ね、 ね、 そ、 うだよね、そうだよね、うん、そういうのをこううまく使ってって感じ、そう、あのいろいろあるはず、今の近代的便利アイテムが、うんうん、うん、まあでもこれ、ねでもちょっと持ってるといいかもね。私今ちょっと思ったのが、なんかさ昔さあのモコモコペンみたいなのあったじゃないですか。すごい私は今すごいなんかあれ、そうでもあれさ、あれ剥がれちゃうか。いやでもさ、うん、ボンドで、あ、まあ、ボンドで、ね、ボンドの上にそれね、うん、あのそ う、 そうでもあのモコモコペンのあの感触、あの感じですよね、あれは完全に滑り止めのあれだよね。あれだからあの懐かしのモコモコペンをね。モコモコペン、モコモコペンで、かなりさんが見てるから、お飾ってるよね、お月見かわいい、そう皆様今日はお月見ですよ、十五夜ね、十五夜の満月はレアなんですよ皆様、そう実はレア、いいね、そう実はレア、かわいいね、ね本当かわいい、いやこれお団子だよ、お団子なんでしたっけこれ、また忘れて、このねこのお団子のようなお花が、あ大丈夫ですか。お団子ね、これこれのシンフォリカルパス、シンフォリカルパス、あれカルポス、カルポス、シンフォリカルポス、シンフォリカルポスって、シンフォリカルポス、なんか呪文、呪文をね、シンフォリ、団子を入れよ、団子を入れよ、シンフォリカルポス、ポン、団子が、そのうちハリーポッターで出てくる、あのあのあれもハリーポッター感ありますよね、あの青井さんのその、ああそうそうそう、ね、隣さんでいただけるのでできた。そう私あのポッタリアンなんで、ね、あみこさん本当いろいろ深いよね、いや深いっていうかね、深いっていうかね、うん、ただそうそうそう、ただ興味があっちゃこっちゃしてる、魔法使い、あの光を灯す呪文が、うんうん、ルーモスって言うんですけど、うんうん、あの真っ暗な部屋入ってきて電気スイッチ入れるときにルーモスって言いながらつけると気分盛り上がりますから、皆さんそれやってみてください。あるある、なんか言いたくなるのありますよね、そうそうそう、ちょっとね日常に取り入れるとすごいワクワクするから、そう、あのあるそういう遊びする、うち娘も好きだし、あの呪文辞典とかもあるから呪文辞典勉強したりしますよ。そう、そうだよね、魔法使いになりたかったな、たい、今もなり、今からなれるかな魔法使いに、なれますよ、うん、ね、うん、もう魔法使いみたいなもんなれるかな、魔法少女になれるかしら、そうね、ね、うん、そうそう、お便り
ありがとうございました。本当にお便りありがとうございます。でもいくつかアイデア出たのでね。アイデア出たのでね、うん。また引き続き調べたり実践してみたりしようかなって思います。ね、あのどんなことでも結構です。どんなことでも結構です。はい、地図編み研究室というコーナーを立ち上げましたので、次やるよ今から。そうね、そう研究そう。我々に調べてほしい事案とかね、そうあったら。あの一緒に調べましょう。一緒に調べます。調べる大好き。調べるの大好き。じゃあその勉強ね大好きだからね。研究室行きます。ね、だってもうねこうねルーズリーフに、ね、まとめ始めちゃったんですよ。いろんないろいろねもう調べもうお勉強ですよ完全にいろいろ。二人ともね。そう私もいろいろこう資料がありすぎてちょっとまとまらないんで。ありすぎてね。そう研究じゃあ地図編み研究室行きますか。はい地図編み研究室研究室。はい、ね、研究員募集研究員ね確かにそうですねこの間ねあの、はい、この間の、放送で、はい、素材、うん、についてとか素材の話をしてましたね着物、まあ、ちょっと化学繊維に対して、うん、戦前戦後の化学繊維着物によく使われた化学繊維のお話をしておりまして議題によく上がったのがスフとセルとビニロンが話題になったんですけど、うんうんうんスフじゃあスフからいきましょうか。スフねスフはステープルファイバーでステープルファイバーステープルファイバーそれでスとフを取るあたりはファじゃなくてそうなんだよね。でもそのステープルファイバー自体は短い繊維のことを全部ステープルファイバーっていうらしくて、うんうんなんだっけなそんなようなことを私メモしたんだよな。そう短いね繊維のことを言うらしくて私ね多分いろいろね書くことが多すぎてスフのとこまでスフのとこまでね、まあ、でもそのねスフに至るまでのことも重要だからそうなんだよ。でもなんかそうなんですよ。でもそれがまあ日本ではそうスフってなってて、うん、でそのスフっていうのが皆さんももしかしたらお持ちのものも実は今も使われてるんですよ。スフあのですねこれあの腰紐なんかによく使われるこちらのこのタイプのベルトこれがスフ 40% 入っております。なんとスフだったスフだったっていう気づかずに私も使ってたぜそうそうそうウエストベルトこれがねスフ 40% は入ってます、うん、たまたまねそう仕事で行った呉服屋さんにすごいレトロなパッケージでね置いてあってウエストベルトだウエストベルトってカタカナで書いてあって、うんうんうん、すごいねなんか文字が良かったんですよその字体が ねレトロで色もパッケージのデザインがいいからねなんかこれパッケージ可愛いなと思って手に取ってみたら裏側にスフって書いてあってここでスフこいつはスフだったんだと思ってこれはスフが 40% とあとはなんかいろんなもので、まあ、結構ね身近なものにきっとすごい使われてんだよ ね、 意外とねそう使われてそうただしまあ繊維としてはなんだろうあんまりやっぱり今良くはなくて今多分ねどんどんきっとさ改良されてるんですけど、うんうん、本当それあの前世というかいっぱい使われてた戦中とかそうねあの頃その当時物資がなくてスフを使ってた頃っていうのをちょっとこの間教授が教えてくれましたそうとある教授がねとある教授が64教授がね教えてくれましてそうすごいやっぱり洗っちゃうとねそう縮んじゃったりとりあえずそうもうほんと縮むらしくてあとなんかベロンになっちゃったりとか、まあね、今もねやっぱりそう物によってそういうのってあるから、うん、こちらも昭和29年昭和29年、うん 戦後の新時代の和服という本から、和服の実用知識というページですね。こちらにスフ、ベンベルグ、セル、メリンスとかのね、こう、あの、いろいろ仕立て方とか。そう、これ、私、あの、ちょっと、あとでコピーして、あの、私も自分のノートに貼って、ね。そう。でね、そのスフは、最近のものは、防シワってなんていう、シワを、まあ、予防する樹脂加工してあるので、はいはい、シワになりにくく、柄も良く、色も堅牢、やや重い嫌いはあるが、平常着としてはごく一般向きって言われてて、うんうんほつれやすいからいろいろ縫い代にゆとりを持たせて立つとか襟肩空きは立ったらすぐ
かがっておくこととかいろいろね、注意が。分かった、あの裏地に本当に使える、あのよくそこから避けていくやつさ。ね、そう、多分。で、やっぱりまあ、その水にね、やっぱ濡らして洗うとね、本当ね、そこはね、良くないみたいですね。そうそう、そうなんですよ。そう。セルはね、セルは、昔は合わせから一重物に移る着物として愛用されていたが、うんうん、最近は河川ウールやスフモス。スフモス。モスリン好きとしてはちょっと聞き捨てならない言葉出てきた。ね、スフとモスのこれ公職ってことですか、ね、まあ、でもなんかあるよ、あるある。ね、なんかまた出てきて新しいの。スフモスがこれに変わり。本当、コピーしに行かないと。これコピーちょっとしに行かないと。そうですね。いろいろね、洗濯のね仕方とかもね、なんかこれでも結構あのすごく分かりやすくまとまっててすごいですね。ね、ね、あ、公職のところにいろいろ縦林葬儀見たまま飯、へえ、私なんだっけな、何をそニコニコとかを調べてる時かな、あ、でもニコニコとかこの辺の、ね、そう縦林で作って、あ、モスリンとかを調べてたのかな、なんかそう、そう、館林にあのモスリンなんとか館だっけな、うんうん、あるんですよ、あの建物がね、すごい古い素敵なね建物が、それでなんか調べたんだよね、河川と絹、スフと絹、紡ぎ糸と綿、スフと綿というようにあらゆる紅色物が出回っている、うんうん、柄質ともに悪くなく値段も安いので平常着、ちょいちょい着として日本の王座を占めている。お召し風に折った紅色御霊お召しなどは2,000〜3,000円。ああ、じゃああれ、紬風に折った縦林紬、700〜800円。その他1,000円以下とかね。なるほどね。っていう風にね、書いてある。そうそう、熱に弱いから。あ、モスリン、あの、アイロン気をつけてくださいね。焦げますよ。ああ、モスリン、あ、そうなんだ。うん、私よく焦がす。あの、帯作ってる時とかに。うんうんうん、ああ、またやっちまった。そういうことか。ずっとやってんのに、いつもやるから。うん、私がバカなだけで。いやいや、そんなことない。で、あと、うん、あとまあまあそんな感じで、あとビニロンの、ね、あ、ビニロンね、話をしてたんですけど、そうそう、ビニロンは本当あのね、あ、ね、あ、ここにいきなり出てきたけど、そう、ビニロンもここに広告が出て、広告が、ね、広告っていうかもう実こっちはなんか毛糸の広告なんだけど、下の方に、日防ビニロンパジャマってここにね書いてありまして、うん、軽い強い暖かい日防ビニロンパジャマ、ご家庭用に、贈答用に好評ですっていう感じで、こちらが、やっぱり戦後の、いつだっけな、これ。同じぐらい、こっちの方が新しかった気がするんですけど。10月ってとこしかね。10月ってところしかね、これ、奥付けが、奥付けがちょっと出てこない。あ、でも、まあまあまあ、でも戦後の、多分そんぐらいだよね。そんぐらいでしたね、これ。うん、どこに書いてあったかな、どっかに書いてあるはずなんだけど。情報量が多すぎて、ちょっとね、普通ね、後ろに書いてあるのにね、そう、分かんないなくて、あ、ちなみにこの本の私はすごい、ね、好きなね、可愛いよね、このね、あの花嫁さんのコーディネート、私すごい気に入ってて、あのなんだっけ、ベールとこの、内掛けじゃなくて、し、掛け下をね合わせてるのがすごいね可愛いなっていうね、私のちょっと、可愛、うん、いや、かわいい。あ、で、これ、ちなみに、アイディアと着付けが、メイ牛山大先生なので、あの、ハリウッド美容学校をやってるね、うんうん、あの、ハリウッド化粧品のメイ牛山先生がね、おしゃれよね。おしゃれよね。かわいいよね。この当時、すごい前衛的だったんじゃないかな。いや、これ、そう、本当に。で、今も新鮮。この、うん、ベール、ベールと、内掛けをこの、着ないスタイルがね、かわいいなと思っておりますよ。かわいいね。かわいいね。ここにベンベルグ、ここに、広告でね、こちらはベンベルグの広告ですね。こちらの方もかっこいいですね。旭化成のベンベルグ、うん、あとね、ビニロンまた他にもどっかにあったんだ、ね、あ、ビニロンね、私さっきあのインスタストーリーにあ、そうそう、倉敷ビニロン、あ、学生服でよく使われていたので、ね、それをペロッと出してるので、そのラベルとか可愛いんで、よかったら見てください。そう、ビニロンね、あちこちにいろんなもの、あ、あったあった、これだ、これですね、ビニロン、倉敷ビニロン、うん、クララモスですね。そうそうそう、ね、倉敷がね、やっぱり
倉敷ビニロンは無限の国産資源から作られた日本の合成繊維です。無限の国産資源って何だろう、ちょっとね怪しいよね、うん、でもあのヤグジとしてあのお布団としてね、うん、そう八掛けや裏地として倉敷ビニロンは優美さと実用性を兼ね備えとても好評です、うん、この倉敷花ボタンヤグジって学生くんのと倉敷ビニロンって書いてあったから ね、ビニロン倉敷はね繊維の一大生産地なのかなね、本当にね、まあ、そうそう岡山県はね岡山の産地だし確かにそうやっぱ繊維が盛んなんですかね、そうですよね、うん、確かにな、そうですね、うん、やっぱりやっぱ土地とね、土地とね、関わりいろいろね、関わりいろんなとこ、ここはもうね、そうそうそう、だって全部こうまとめて調べたい、工場をさ作るにしても立地条件ってあるじゃないですか、うんうんうん、そのね資源の問題とか、そうそうそう、ビニールね、ちょっとこれ引き続き研究対象ですよね、はい、引き続きあの古い素材に関してはまだまだ研究が、うん、今だってあのなんだっけ館林つむぎとか、そのその辺の公職のねものがね、手林なら割とペッといけるから行っちゃうか、確かにね、あそこのモスリンなんとか、いや私も行きたい、そこすごく行きたいんですよ、私そもそもモスリンが大好きな、今日の帯もモスリンだ、あそうだ、モスなんですよ、モスの地盤から、ね、この色の感じね、うん、そうそう、あ今日のなんか着物コーデの話とかそういえばしてないね、ああもう注意したらしようか、もう注意したらしましょうかね、そうだよ、すぐね忘れちゃうから、なんか結城つむぎもさ天保の改革の時とかさ、ああね、そう、あの、ね、町人は着ぬわなくちゃいけないから、ね、うん、お面に見える織物を考えた絹だけ、なるほど、すごいけどね、でそして今結城つむぎといえば、ね、もう最高級のね、今はね結城つむぎって言ったらね、まあでも作る工程が大変だから ねそう、このガス歯舞台とかね、あそうガス糸っていうのがあって、そうガスでその糸の毛羽を焼き切った糸、うん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 、でそうするとつるっとなるみたいで、うん、やりだしたら大変、ちょっとねあの素材とか糸についてはまだまだ研究しておりますのでちょっとねこれは毎回ちょっとたどっていったらいいかしらね、あの糸のね、そのあれもパッケージも可愛いよね、こういうさちょっとこの昔のこの昔のねフォントというかこういうの可愛いからね、こういうのを無駄に集めて、あのそうこういうのはうち妹もアーシャンもなんか好きだから大変だから、うん、いつまで経っても片付かない、そうなんか物がどんどん増えてくるよね、まあ、断捨離、断捨離無縁の生活、そう私あのファック断捨離ってちょっと過激地蔵が現れた、そうファック断捨離って思ってるからちょっと、まだ捨てられないよ、だって大事だもん、大事だもん、全部大事だもん全部ときめいてるんだから私って思って、まだ、ね、そう一時期もう全部脳にこうしまい込んでるから、うんうん、それでなんとかと思ったけど、やっぱり物が欲しいもんね、物を見て再確認しないと忘れちゃうから、記憶ってだってこうねじ曲げちゃうじゃない、そう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 、ねえ、ね、そうファック断捨離、皆さんファック断捨離、ファック断捨離ということでね、ちょっといいなそうだよ、言葉悪いけどそうそう、あそう、ね、物を集める人がいないと文化は残らない、ね、いい言葉いただけます、いいそういう本当でもそうだよね、やっぱりその物がなくなる、ね、まあ、建築物とかもそうなんだけど、ね、どんどんね、まあ、しょうがないんだよ、ね、しょうがない老朽化耐震性、うん、いろいろ考えたらしょうがないんだけど、うん、でもねなんとかその時代のものだからさ残さないとね、残さないと、そうね、やっぱりいろいろさその物にはその当時のものが詰まってるんですよね、うん、そのそうね、同じように作ることはできるかもしれないけれども違うんだよね、違うんだよね、違うんだよね、タンスとかもさ昔のやつじゃマイナスドライブマイナスネジだったよね、あ確かに確かにネジも違いますよね、そうだそうだそうそうそうなんだよね、同じように作れるは作れるかもしれないけど、うん、でもやっぱ違うんだよねって思っちゃうね、ね、じゃあもう率先して集めます、ね、そう率先してねちょっと私たちは私たちは集めて、はい、集めていこうと思いますよ、って紹介するね、そうそうそうですね、ああとあれの話とかします、あそうだこの間言ってたあのちょっと
あの前回の配信の時に、ガンガン、これ、ね、茨城弁でガンガンって言います。こういう缶のことを。ガンガン。そのガンガン取ってって。そう、このガンガンの、これ、高島屋のね、ガンガンなんですけれども、こちらに中身何だったんだろうねって私たち言ってたんですよ。その中身をご存知の方が現れまして、そう、私あの17ライブっていうところでちょっと、ね、生配信みたいなことをやってるんですけど、そちらにあの招待ご存知の方がいらしてくださって、うん、あのですね、お砂糖ご贈答用の砂糖がこちらに入っていたと。砂糖。へえ。そう、でもよく考えてみてください。結婚式とか、あのタイの形の砂糖とか、うんうんうん、やっぱり砂糖を送る文化があったんですよ。うん、まあ、貴重だからね。そうそうそう。そう、砂糖。そう、これ砂糖。砂糖がこんなに？わかんない。中はどういう感じで入ってたのかちょっと私もわかんないんですけど。でも超でかいですよ。でもあの本当に私もその後砂糖缶高島屋で検索するとこれが出てくるので、ちょっとこれ調べる。砂糖って間違えたの？砂糖の砂糖書いちゃった。私も変換でこの間すごい間違えちゃった。大間違いだよ。そう、砂糖缶。砂糖缶。砂糖缶です。砂糖缶。そう、お砂糖なんですって。へー。で、私さ、そう、ちょうどね、あの結婚式の引き出物がいつからあのタイがいなくなっちゃったんだろうと思って、うん、なんか、うんうん、タイの形で、うん、私小学生の時はタイのこう形のプラスチックのやつの中にこうギュッと砂糖が入ってて、うんうん、あとね、型になってて、そう、型になってて、あとなんかこうカゴみたいなのにいっぱいいろんなそういうものがさ、かつぶしとかさ、うん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 、おめでたいものの詰め合わせのすごい重いのをみんな持って帰ってきてたなって思ったんだけど、うん、いつの間にかあのカタログギフトとか、そうだね、そう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 、物がね変わっちゃって、ね、なんかもう透明のビニールの水玉のさ、そう、式みたいなので、あれ絶対持って帰ってきてたよね。あれ持ってきてて、まあ確かにね重いし、まあなんかもらってもしょうがなかったりもするかもしれないから、うん、まあ、あの今のねカタログギフトはすごい便利ではあるんですけれども、ね、なんかどうにも味気ない気が最近してきちゃって、うん、めでたいもの詰め合わせって、めでたいもののやっぱ詰め合わせってね、なんかいい、よかった、いい時代だよなと思って。確かに、そうそう、あとあの建前とか、うんうんうん、ああいうのもね、餅巻きとか、餅巻きとか ねやらなくなっちゃってるねって言って、ね、そう、餅巻き最近じゃん、うん、いいよね。餅巻き、どこどこで建前あるって言って、行くよね、ビニール袋持って走っていく小学生時代。ね、私もでもなんかあんまりでも覚えがなく、実家建てる時にでも大々的にやったから、その印象がね、うんうん、やっぱりあるんですけど。餅も作ったし、ね、いろいろ投げるもの。そう、あれは上の盆の男の人しかダメなんですよね。そうかそうか、そうですよね。うん、そうそう。この辺はね、すごい建前。私の小学生の頃は建前文化で、ちゃんとあの、うん、吹き流したって。うんうん、吹き流しそうだね、吹き流しね。あれ建てて、そうだよね。誰々さん家でなんとか、どっから来たのってぐらい人が集まって。関係ない人がね。みんなバーバーって。でもいいよね。そう、でもなんかあれはすごくいい文化だったなっていう。ね、おひねりさんの時、うん、あれね、本当に。やりたいね。そうやりたい。そうなんですよね。そうっていうね、あれやっぱりこう役払い的な、あ、そうそうそう、あれはそう役払いがありますね、うん、建前は。しそのこの後その建てるにあたって事故とか起こらないようにとか、そうそうそう、そういう祈りを込めた儀式、祈りを込めてね、神様への、うん、あとまあやってくれる人にもねぎらいのね、うんうん、大工さんたちにもね、大好きな分野だから、そうそうそう役受けてか、ね、役受けねそうなんですよね、すすきにもあの魔除け効果が、へー、だからそうなんだ。作物がまた来年も実りますようにっていう、うんうん、なんかね、そういうのがあって。そうなんだ。魔除け大好き。うんうん、ね、まあ、何かしらやっぱりね、神に通じる部分と、悪いものはここから守ってくださいっていう祈りが、うん、日本ってすごくそれがすごく多いよね。確かに。うん、そうね、厄払いとかね。そうね、そうそうそう、果物飛んでくるよね。そうそうそう。私はね、お餅が、うん、あ、お餅危ないよね。お餅がこんなね、口、うん、にぶつかって、切れた。いや、それが
すっごい痛くて、でもどんどん痛い痛いって書いてたら唇が倍ぐらいに腫れちゃって腫れるんだよね。そう、もうびっくりしてまあ時間とともにね収まったんだけど、本当にもう私このままたらこ唇でいけなきゃいけないのかなみたいな。いやでも本当にそう、お餅固いからね。本当だよ。ちょっと前だし、ヤッホー。そうなんですよ。あ、またこっちに言っちゃった。前だし。そうそうそう、そういうやつね。なんかまあそういうね、なんかちょっと生活に根付いてた、そう、風習ね、風習とかっていうのも、これは研究っていうかいっぱいいろいろ知りたい。そうだからもう本当フィールドワークでその婚礼にまつわるものと、そういう建前とか、うんうん、家を建てるのに、ね、関する儀式とかって私ね調べたいんですよ。婚礼もね、やっぱり暦もね、あるから、そうそう、婚礼に吉とかさ、とかね、いろんなのあるんですよ。こういうほら、トズとかね。あ、暦もすごいね、面白いね。すごい、あの、私最近こればっかり、今日はいい日だみたいな。今日は何々するといいみたいな。そうだ、原活ぎみたいなのをつめてる。その話からと思った私、なんかね、これをね、持ってかなきゃ持ってかなきゃと思ってる。これあの戦前の花嫁三千首、あの昭和のゼクシーって、戦前のゼクシーって私は呼んでるんですけど、うん、そう、これをね、なんかね、なんか持ってかなきゃと思ったんだけど、そう、建前の話からそういう結婚式の引き止めの話をしようと思って、これをなんか持ってきたんですよね、うん、そうそうそう、あずきさん結婚式の後持ち負け、なんかいいですね。あ、いいですね。やっぱりほら地域ごとにあるしさ、今ほら仲人さんももういなくなって絶滅してるから、仲人、ね、うん、なんて存在がないね。そうだね、本当今のね、うん、若い方仲人って言ってる、あ、すごくいいな。内巻きとか、そういう、うち、あの、11月で5周年なんですけど、うん、5周年記念持ち巻きでもやります。あ、持ち巻きやります。朝の波動5周年記念。どこでみたいな。え、やりたい、持ち巻き。持ち巻き。やりましょうよ。いいね。まあ、お振る舞いみたいなのだからね。お振る舞いみたいなね。紅白餅でさ、うん、朝の波動ってこう言ってね。あ、そう、昨日ね、その餅、うん、あ、これだよ、ここの。能人形もなかって、これ水戸藩のね、あの民芸品なんで、能人形っていうの、それの、ここの、で、やっぱりほら、まあ、お菓子屋さんだから、餅屋さんだから、紅白餅、受け止まります。あ、ここで？いや、でも、いや、でもいいですね。それとさ、じゃあ能人形もなかとセットにしてさ、セットの、ね、あ、いいね。いいよね。餅巻きほら参加したり、人形。あ、もう、餅巻きやろうぜってなってる。やばい。ちょっとあの、まあ、餅巻けるかどうかわかんないけど、ね、まあ、お振る舞いとしてのね、なんかそういうの。なんかちょっと、ノベルティとしてはさ、いいよね。いいですね。いいよね。やろうぜ。そう。いや、私本当にさ、なんか、こう、昔のね、結婚式をね、誰かやりたい人いないですかね。私あのプランナーしますよ。昔の結婚式をさ、再現ね、再現みたいなのでさ、この仲人さんがさ、もう素敵じゃない、もう仲人さんの方が綺麗なんだよね。仲人かっこいいんだよね。そう、黒留め着てて、かっこいいんですよ、仲人さんがね。いいよね。そうだよね、もう準主役的な。そう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 。席の位置がさ、あ、そう、席の位置がそう、仲人さんってね、こっちでしょ、席地のこれも書いてあるんだよな、確かどっかに。そうそう、いいよね、ほら仲人さんの方がしかも美人さんなんだよね。すごい美人、すごい美人ですよね。どこの女優さんですかって。そう、これでも多分ね、もうなんこのこの絵面がね、このさ、あの脇にいる人、これあの神父さんのお母様ではなくて仲人さんなんですけど、めっちゃ美人じゃない、この人。そう、これいいよね。なんか、うん、あのほら古民家とかさ、その自治体で貸し出してるところとか、うん、いっぱいあるので、うん、そういうところを1日借り切って結婚式ごっこ、私すっごいやりたくて、いいかも、みんなで黒留めで集まって、誰かさ、それやろうよ、一人さ、あのうち花嫁衣あるので、ちょっとね、え、すぐできるじゃん、すぐできる、黒留めもいっぱいあるし、黒留めもいっぱいある、そういっぱいある。だからなんかね、やりたいなと思ったら、ほら、すごい素敵。みんなでワイングラス片手にさ。いいですね。いいよね。いいよね。ネタの知事交換、交わしてくんない？ね、あそこいいね。あそこやりたいね。なんかね、そういうのをさ、やったら楽しいと思うんだよね。いいですね。まあ、何かちょっと、ね、まあ、もうちょっと状況落ち着いて、ね。もうちょっとね、あのコロナがね、落ち着いたらね。やりましょうよ。そう、やりたいの。うんうん。あ、普通、あ、そう。これは仏壇とか、あ、でも
仏前神人神人前いろいろね石碑がねキリスト教の石碑とかね、はあ、リングボーイと花巻娘花巻娘あでもその花巻娘フラワーガールですよ今はね花巻娘かわいいリングボーイはちゃんとカタカナでこれそっちは花巻娘キリスト教のやつなんですけどこれリングボーイと花巻娘花巻娘ってかわいいねかわいいかわいいね花巻娘いいそういうさちょっと昔の用語っていうのもかわいいよね、うんうんうん、かわいいよねなんかいろいろ積極的に使いたいねうんうんそうそうちょっとワインなら行くよなんて思う、うん、もう来てください佐々木さん、ねやりたいよね。いろいろね。面白いね。やりましょう。ね。じゃあ昔の結婚式の子と持ち巻き一緒にやればいいでも、ね、全部できるじゃん。いいね、全部できるね。誰か結婚する人いないですかね。ちょうどね。誰かいます。誰か結婚したよ。誰かちょっと結婚考えてる方。ね、結婚考えてる方。地蔵みがプロデュースします。ちょっとね。うんうん、します。超します。急にね。ナコード役やります。そうそうそう。絶対ぴったり似合う、ね。ナコード役いいよね。ざわつく美しさでさ、いいなやりたいねやりたいね写真集みたいにしてもね面白いよね写真集にね写真もいい写真撮れます、うん、わざとモノクロで撮ったりとかしてさねえ、うん、ちょっとこ う人ん家のアルバムにねこうあそう自然な感じで忍ばせといて、ね、これなんだろうみたいなこれおばあちゃんでみたいなそうねそれをみんな持って帰るのねちょっと、ね、うんいいよねいいね我々やっぱ架空のことが好きなんだ。そう、あ、そうだね。架空の何か。ごっこ遊びかな。ごっこ遊びをテーマ。そうだね。プロごっこ遊び。プロごっこ遊ば。プロごっこ遊ば。今はあの架空の結婚式戦前のようなこういう戦前のゼクシー花嫁さん全集にのっとって、昔風の結婚式をプロデュースしたら楽しいっていうね。列席の中にちょっとモガみたいなのいてもいいよね。いいね。列席の中にちょっとさ、ね、モガな感じでさ、なんかね素敵なあの人、ね、どこの方かしらみたいな、ねね、センスでこう話す。そういいよね。いいね。いいね。キャスティング考えるだけで楽しい。ね、楽しい。だから花嫁募集中。花嫁募集中。我こそはと思うの花嫁をね。本当だよね。そうなんだよ。これもなんかおしたくのさ、プロデュースしてほしい。ほら、ピカちゃん、あ、ピカちゃん、あ、やります。ピカやる？やります。そう。このさ、女優さんが超綺麗なんだよ。このね、モデル、久原よしこさんが、モガ、モガみちこさん、めっちゃ綺麗なんだよね。これ花嫁ね、当日のおしたくのね、めっちゃ綺麗なんだよね。かわいい。いいよね。まあ、こういうのもいいし、さっきのあのさ、あのモダンな、あのモダンなね、花嫁さんとかにしてもいいし、そう。まあ、列席のね、黒留め、ね。そう、これもさ、これもでも隣にいるのだから、これは仲人さんなんだよね。うんうん、仲人さんと花嫁さんと、仲人さんちの娘ちゃんなのかな、これは。でも、それにしたら仲人は若えな。関係性がわかんないけど。広告ですから。そうそうそう。いや、いいよね。いいね、洋館でやるのもいいね、うんうん、そういうのもいいなと思って、ね、清純さひとしおですしって言ってる ね白の中振り袖にチュールの装いは清純さひとしおですし若い方のセンスにもぴったりしていると思います、うん、でこの式後は、染めて訪問着にも利用できます。なるほど。費用の上でもいい方法と言えるでしょうってね。そう、白むくにウェブリングベル、ね、すごい可愛いですよね。これ本当、そうなんかスタイリッシュで、そうで式が終わったら染めて色無地にもできるっていうね。そこまで考えてるのがすごい。いいよね。この時だけとかになっちゃわないところが、そうその時だけじゃん。その後も使い道をね。そうなんです。ちゃんと考えて、繰り回しを考えてて、ね、考えてるっていうのそこら辺がそうなんですよね。昔の日本文化ではないですか。でもなんかそんなようなこと書いてあった気がするな。だからあの。あれね、こんなこと言ってるでもうすぐ1時。あ、やばいやばい。まあ、ちょっと延長しても全然、ね、そうね、あの皆さんお時間ある方はね。そう、お衣装もだからほら紋付きのこのさ黒、この黒いこれ婚礼衣装ね。これもだから結局はお袖を結婚嫁いだら詰めて留め袖にするっていうね。うんうんうん、
そうだよね。そうなんですよね。ね、黒、そう、留め袖。いや、かわいい。かわいい。素敵。素敵。やろう。やろう。これやりましょう。ね、もちもきと。あ、今日ね、アトリエ今日は空いてないんですよ。今日はラジオ室。あ、でも別にいたり、この辺にいたりするんで、もし、はい、よかったら遊びに来てください。ね、そしたら。はい。はい。おりますよ。おりますよ。なんか、お菓子あるし。脳人形もなんか、限定3個ある。お食べに来てます、ね、そう。全然関係ないけどさ、この間また保護べこしたんですね。かわいい。この保護べこちゃん何がかわいそうって、うん、首が取れちゃう。もう揺れないんだ。そう、まあ直そうと思って、うんうんうん、でもまあこれはこれでなんかちょっとそれはそれで首かしげべこで可愛いな、ね、いい愛嬌ある子なので、また保護してきました、ね、保護べこ、まあ、また久しぶりに、ね、アミコさん保護べこ活動家じゃないですか。保護べこ肩書き保護べこ、そう、ね、保護してまあべこに限らずなんですけど、ね、まあ、いろんなもの保護してるよね。保護ドラえもんとかあります。ノラのねドラえもん。そうそうそう。いやこれも久しぶりな業者さんに久しぶりに会って、まあ、よく市場とかで会ってたけど、うんうん、1年ぶりぐらいになっちゃうんだよね、うんうん、去年年末以降、うんうん、市場では会えてないから、うんうん、元気だった。みんな元気だった。みんな元気だった。あ、よかった。みんなもう結構年もね結構いい年だったりするのに、みんな元気でね、うんうんうん、なんかね、いいね、いいことだね。よかったと思って。よかった、それはよかった。無事だ、あいつ無事だって。あいつ懐かしい簡単に言って、ちょっと安心したっていうのと、ね、お前は変わんねえなとか。あとこう、ね、あれ浅野さんみたいな向こうの方が聞こえると。いや、いいね、いいね。すごい、黒いワンピースで行って、絶対バレないと思ってた。バレた。そう、黒いワンピースとかの時ってさ、人から見えてないつもりでこっちはいる、ね、うん、そうそうそう、完全に黒透明みたいな、そうそうそう、見えてるからね、普通見えてるね、バレちゃった。そうそうそう、バレましたね、ええ、あ、今ジョイフォンにいるならいらしてくださいね、はい、お待ちしてます。やばい、ゲストが来る、ゲストが来るのでね、はい、まあまあ、なんかあといろいろ、あとね、今日、あ、まあ一応ね、うん、一応着物だし、こう今日のコーディネートとかね、とか話そうと思ったら時間はない、そうできまして、あ、できますね、全然、うん、今日アミコさんどんな感じで、今日緑いや、今日はあの帯にちょっと、はい、あのお月見っぽい感じの丸い、そう、でこれちょっとなんかススキみたいじゃんみたいな、あ、本当だ、うん、ちょっとススキ感もある、そう、かわいい、なんか緑ののっぱらで、うん、あとこれがなんかちょっとススキっぽい矢羽ね、うんうんうん、あ、本当だ、ススキっぽい矢羽ね、ススキっぽい矢羽ねっていうので、うんうん、コーディネート組んでみた、素晴らしい感じ、地蔵さん、はいはい、あ、はい、あた、私、私今日はなんかあの昨日この青入れたら、そう、あのね、ちょっとなんだろうな、最初の時点だと、あの、ちょっとね、今日いろいろ、最近その、私、地蔵編みでこうやりたかったこと、地蔵編みってなんかこう、サングラスをかけて私たち、写真をね、撮ったりしてたんですけど、それってなんか、今日ね、ちょっとね、シャンプーの CD がなかったんですけど、シャンプーっていう、あの、90年代の、アイドルっていうかね、おのそう、にゃん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 、そうそうそう、あの、イギリスの、アイドルデュオがね、いたんですけど、うん、私、シャンプーになりたかったんだと思って、で、まあ、そこから派生して、スパイスガールズ、あの、うんうんうん、スパイスガールズもすごい好きだったな、とか、うん、で、まあ、今日は、まあ、この色を入れたら、思い出したのが、ちょっと、もうちょっと時代後なんですけど、リドキムちゃんっていうラッパー、女ラッパーで、すごい、超ビッチな、ラッパーがいるんですけど、その子がこの髪色でこう前髪あって長かった時があって、うんうん、ちょっとだからなんかその90年代の感じで、うん、光ってる、はい、コーディネートをしてるっていう、はい、で、ここにですね、ここにしごきのように、そうそう、見えますかね、あ、私これで腰紐みたいに、これで、あ、ありがとうございます、ここにカラコちゃん、カラコちゃんが、はい、いらっしゃいます、これさっきちょっとあの朝の波動で、はい、手に入れました、
帯揚げ、まあ、帯揚げぐらいのサイズの歯切れ、ね、そうそうそう、歯切れなんですけれども、まあ、しごき代わりの、かわいい使い方、かわいいよね、そうそうそうなんですよ、ね、こちらね、そうそう、こういう帯揚げというか、まあ、歯切れサイズ、帯揚げサイズは歯切れなんだけど、うち今押してるのがそうそう、バイカラーの帯揚げ、今日私もこれ、今日ちょっとあの色が分かりにくい、こっちはちょっと黒青、うん、こっちは 赤系、そうそう、とバイカラーちゃん可愛いんだよ、こう緑とグレーのこんな感じで可愛いやってるんですよ、そうバイカラー、ね、バイカラーもともと好きなので、よいしょ、でいっぱい、いいですね、あ、急になんか朝の波動ラジオショッピングの断然朝の波動っていうコーナーです、断然断然朝の波動急にラジオショッピング、これかわいいんだ、ちょっと秋色の、かわいい秋色ですね、そうそうそう、え、かわいい、いっぱいあるんですけど、まあ、そう、まあ、緑たってバイカラーになってっていう、ちょっとなんかこうやりにくくて見えないですけどね、バイカラーの帯揚げちゃん、これもね、たくさん多数取り揃えてあります、あとね、バイカラーの、お、半襟、半襟、かわいい、バイカラー半襟、かわいくないですか、あ、それかわいいね、超かわいくないですか、え、かわいい、ここすごい難しいんだけど、そう、今ね、ここでね、で今日のアメコさんの着物と一体感、あ、そうだね、今日緑だから、そう、でも可愛い、見えますかね、まあやばね、あの詳しくはアトリエでみたいな、あとはあの、ま、もしくはあの DM でアメコさんに直接、ね、ちょっとそれ気になるんですけどみたいな、もうちょっと写真できちんと見せてくださいって本当にね、放送中ちょっと分かりづらいですので、なんか気になるのあったらこういうのちょっとね入れてあげると手持ちの着物がまたねちょっと新しい。ね、そうやっぱりあの半襟とか帯揚げあればあるだけねコーデの幅は広がりますので、うん、おすすめアイテム、この秋おすすめ朝の波動、秋色結構取り揃えたので、うんうん、本当だ、綺麗、いいですね、やっぱりちょっとこっくりしたねお色が使いたくなる、なんとなくねやっぱり季節的になってくるから、この辺のこのネイビーピンクとかも可愛くないですか、あ、可愛い、なんかモダンな感じの色合わせというか、そうで柄も、まあ、使い出し方次第でね、いろいろいいね、可愛いね、可愛いね、可愛い、いいね、いいね、ちょっとしたね小物なんだけど、そうそうね、いいですよ、ね、うん、使い出すとさ、集め出すと止まらないんだけど、そうそう、よいしょ、こういうのもありますし、新しく合わせ着物も羽織もいっぱいあるからね、そうですね、また今度次はね、日月、日月、うん、何日、はい、何日、何日、26、27がアトリエ開放日で、アトリエ開けますので、はい、よかったね、これも可愛くないですか、これも可愛い、紫といい色、これはツツジみたいなお花だけど、いいね、帯揚げなんてちょっと分量少ないところだけどね、そこにちょっと入れて、ね、そう、あげるとチラ見せ、そうそうそう、でも本当になんかこうちょびっとなんだけど、こう締まったりそこから、ね、そうあるので、あ、そういえば今日土偶は、あ、今日はね土偶ね連れてこなかった、土偶留守番、留守番です、そうそうあ、こんにちは、ね、あ、私そうだ、後ろがね今日 T シャツかぶせ帯にそういえばしてて、大事なところ大事なことを、あの私発案じゃないです、あのさくらんさんのね、さくらんさんのさくらん T シャツかぶせ帯で皆様ね検索してね、もうちょっとねろくでもない、何これろくでもない柄なんですけど、何こいつこれあのこいつこいつ良くないやつなんですか、良くないというか、まあ私はいろいろ、うん、あのあれですよ、あのあのでもこれあれですよ、あの今ネットフリックスでサウスパークっていうアニメが見られると思うので、うんうん、サウスパークのキャラクターですっていう感じです、サウスパーク面白いちょっといろいろ不謹慎なサウスパークアニメで好きなので、あ、なるほどね、不謹慎アニメ、そうそうそう、なんかね、なんとなく今日はこんな感じで、あ、これ踊りのね帯よくあるやつね、
でもこれこの感じは使えるよね。そう、結構これね便利なので、私今日そうだこの髪色からラムちゃんもいいなと思って、そうラムちゃんっぽくしようと思ってこれにしたんだ。全然関係ないところでボロちゃんマスクってまた今日のボロちゃん、今日のボロちゃん、今日のボロちゃんいるよ。いや今日のボロちゃんいるよボロとドクロって並んでるよ。ね。お友達できてよかった。今日のアミコさん後ろもどうですか。あ、私今日どうなの。この間と確か。いやでも、いやでもやっぱりさ可愛い。今日はちょっといいですね。なんだ。どうなってる。皆さんコメントでね。あでもいいですよ。ここにあの Wi-Fi 正外派ちゃんがいた。えこれ。ちょっとゆるっと。この蝶々、これ可愛い蝶々。可愛いでしょ。ね、すごい可愛いんですよ。すごい好きなんです。すごい、ね、すごいボロボロで。すごい先っぽに使える分しかないけど、なんとか頑張って入れたんだ。ちょっとね、あのコメントで今隠れて見えづらいんですけど、あのアーカイブの方でぜひ。ちょっと待って、ごめん、私がすいません、カメラマンとして今どうすればいいんだ。すごいこれ可愛くないですかね。これ超可愛い蝶々。蝶々と、あとなんか蝶々となんだろう、鳥。あ、これ、あ、これも、あ、これも蝶々かな。かわいい。そうそう、ね、また、あの、ね、ハムシが好きなもので。ハムシ。ハムシね。そうなんですよ。では、まあ、お月に、ね、月に見立ててみました。素敵です。今日も素敵。ハムシといえばさ、その虫もさ、私ちょっと最近それ気になっちゃってたから、虫がね。ね、虫の話。気になってるところにお客さんが、小さい子、親子で来たお客さんが子供と話してて、なんかセミの目はいくつなんだっけみたいな数の話をね、目の数の話してて、最初聞き流してたけど、セミの目は何だ、5つとか、なんかすごいいっぱいあるみたいなこと言ってて、えーって言って、セミってそんなに目がいっぱいあるのって言って、さ、あの相手はこの目がこうあって、その間の点点点点でもう全部目って、セミとか、そう、複眼ってやつね、カマキリとか、そうそうそう、カマキリなんか 1.5 個黒いのがあるんだけど、あれとあれにこうなんつうのね、だからね、いっぱいそうあるんですよね。虫目で調べると、虫目で調べると目の数すごいよね。だ、昆虫ってさ、昆虫すごいよね、凄まじい生態だし。そうそうなんだよ。今日あとね、洗濯物干してたら足元にね大きいカマキリがこの状態で止まってて、でよーく見て、あ、そうだ、目の数を見ようと思ってこう近寄ってみたんですけどなんかそいつね、焼け出されてきたカマキリなのか、羽がなんか焦げてて、うん、どうしたの、何したの、先っちょがちょっと焦げちゃっててね、何したの君って思って何ちょっとね、ちょっとね、物語が生まれてしまう。そう、野焼きとかさ、割とやってるからさ。今、そうね、今、野焼きしてる。多分、野焼きで焼け出されたカマキリ。なんか羽がね、ほんと茶色くね、焦げちゃった。かわいそうだよ。そう。でもまあ、元気そうだったよ。ほんと、なんとか頑張って生きてくれ。大丈夫、君大丈夫。そう。あ、大丈夫だね、生きてるねって。そうね。そう。そう、私結構虫殺せないんですよね。やっぱ生きてると思うとさ。そうね、一寸の虫にもね、ゴブの魂。そうなんですよ。蚊とか蠅は私が。蚊はね、蚊はまあね、うん、こいつ、こっちに危害与えるから。蚊は本当に、ね、危ないですからね。マラリアとかもね。ね、そう。あとね、蠅ね、蠅、そう、虫の脳みそについてもちょっと調べたら、蠅ってね、振られると、一回振られちゃうと、くどけなくなるんだって。なんか一回、その症状バイかなんかが、一回振られちゃうと、もう、求婚相手にね、できなくなっちゃうみたいで、そう、かわいそうだよね。ちょっとやっぱショック受けちゃうんだよ、虫も。ね、なんか、人間臭いね。人間臭いよね、ほんとに。ね。あの、そうだよね。今日の私の帯の締め方知りたいって。あの、じゃあ、あ、今、ここで、あ、ちょっと一回やります。お、はい、カメラワークを、まあ映れば、あ、それで大丈夫ですよ。前で、ね、結局やるので、あ、前で、そうか、あの戻しですね。いきなり、いきなり、ね、いきなり脱ぎ出す、脱ぐのかと思われるちょっと、まあ、あ、そうね、違います、ね。そういうショーみたいになっちゃいますね。そうじゃないですよ。じゃあ、じゃあ行きますよ。はい。あのね、基本的に、はい。まあ、2回巻いて、2回巻きました。で、蝶結び、蝶々結びにいたします。蝶々です。
そう、これアーカイブにも皆さん残るので、はい、もう何度でもリピート再生でお願いします。1時間10分後ぐらいから見ればそうだ ね。そうそう、蝶々結びですね。1時間10分そう、今蝶々結びして、あ、それであのね、タレの長さがこうまちまちになっちゃったので、こっちはあの私結構だらりさせるのが好きだから、うんうん、こっちはちょっと羽とこれをこのまま残して、まあ、あとこっちこの残った、こっち残った長い方、長い方をまあこっち長いから、この蝶々結びベースにするときってどっちがタレとかあんまり考えなくていいのがいいですよね、うん、残った方、まあなんかこの残ったタレをどうするかってところで決めていくかな、うんうん、でまあだからこっちでね、もしかしあの島を出そうと思えば島にもなるし、うんうん、なんだけど今回のは、うん、まあ、こっちが出したいので、でも長いので、うん、1回ぐるっと1回ぐるっとギュッとギュッと締めちゃって、締めて、もう一回いい長さに、そういい長さにして、まあ、さっきここちょっとくるくる入れておいて、うんうん、まあこここうね、こうなって、ベースは蝶々結びで、そう蝶々結びから片側の長い方をくるくるしております。そうですね、そうで、ここにこの間、間っこに、間っこっていうよね、茨城っぽく、まあ、ってね、そう、間っこにね入れてあげてこう帯揚げ、帯揚げで、でまあこれすると帯下がってこないっていうかね、うんうん、ここ固定できますね、固定できるので、まあ帯揚げは後で、まあ、うん、後で、で可愛い、そう、でもこのだらりが可愛いと思った、私ね、そうだらりが好きなんですよ、うん、可愛い、なんかあのアシメトリーが好きだから、うんうん、なんかとか言ってこんなねしっかりシンメトリーボブしてくせに、あ、髪型はいいですね髪型もさ、アシメだとやっぱり個性がちょっと強くなるんですよ ね、 あ、 ね、あれはあれかっこいいんだけど、まあ、好きだから、まあ、バイカラーも好きだりし、うん、みたいなのがあって、うんうんうん、でまあここのちょっとお太鼓じゃないけどさ、うん、残ったここ、残ったちょっとしたところの下にそこにまた間っこに入れてあげて、でまあこれ適当にくるっと、今日はちょっと緩い感じにしたいので結構、うんうん、下目で、そうですね、そうするとシルエットがちょっとこう銀座結び系の少し粋な感じに、好きだから、ここら ね、 ね、あの結構好みで、 あとね、ここにね、うんうん、あの枕入れて高くする子もいて、それも可愛かったよ、うんうん、あ、そうね、それもそれで可愛いと思います、うん、まあこれで大体できたから、うん、ぐるっと、そしてぐるっとえいやと回してまあ大体こんな感じで、大体背中がこんなもんでいいやみたいな回して、あとはまあここはね、まあ前はね処理していただいて、処理していくだけなんですよ。どうですかね、結構あの蝶々結びベースにするといろいろね広がりますよね。そう、蝶々結び、うんうん、そうそう、ベースで編み交尾はいろんなあの色柄が出ますので、そう、同じね結び方でも全然その出すところでね、そうそうそう、変わりますから、表情変わるんで、そう、使いやすい、いやなんか便利だよね、この本当に軽いので、ね、そうそうそう、軽いから締めてて楽私も、ね、オールシーズン楽ちん、帯締めも適当に始末して、なんかこれもこ今日はこっちが上にしてるのね、うん、こっちの柄、うん、でこっちはこういう柄、逆にすればここ結び目の部分が黒くなります、ね、どっちが来るかでまた印象変わるから、そうそうそう、変わりますね、うん、1個あると便利ですよ、ね、そう、バイカラーこの秋おすすめ、断然朝の波動のコーナーです今日ね、その断然っていう、ね、断然、そう、断然、断然っていう広告がねすごい、あ、これいいね、ね、断然っていい、本当にで帯締め、帯締め、この帯締めも可愛いよね。そう、これはあのいろはぎつねさんって、あ、いろはぎつねさんなんですね。そうそうそう、あ、そうなんだ、可愛い。着物はずきさんとか、なんか前にイベントとかも何回か一緒にやってて、うんうんうん、大好きなんですね。いろはぎつねさん。ね、あの姉子さんっぽい感じがする。もう超かっこよくて超、うん、超素敵な二人。あ、そうなんだ。可愛いし。まだ全然そういろはぎつねさん気になってるだけで。いいな、いいな、いっぱい持ってるね、ガレッタとかもさ、かっこいいですよね。この間ね、またお客さんがいろはびつねさんのガレッタ、うんうん、金魚のやつしてきてて、かっこいい、超かわいかった、いいよな、こんな感じで
です。どうですか、わかりましたでしょうか。あのアーカイブ何度でもあのご覧いただいて、こんな感じで、なん編み交尾の結び方です。ダラリン系の可愛い、そうね、こういうのもね、いいよね、再生すればいいの。なんかさ、そうなんだよ、日常に着てるとなんか大したことじゃないようなね、気がでもないしちゃうので。リクエストありがとうございます。うこういうリクエストどんどんあのしていただいて、はい、その場でね、我々できることであれば、できることであれば、でできなければまあ次回にね、ズラ外してください、ズラじゃないですか。ね、そうそうそう、あと調べてほしいものだったらまた次のとか、うん、でまた次の日を決めてないんだよね。あ、そうだ、バカなのみたいな。そうだよ、私次の日決めようと思ったのにさ、そうでもほらあの次30日、30日、はい、そうですね、我々あれですね、例の日ですね、例の日があるじゃないですか、うん、ね、ちょうどその日でいいのかなとか思って、いいですね、いいですよ、そうしましょう。ほら、みとこちゃんも。みとこちゃんも来るし、ね。来るから。ちょっとメイクの話なんかも。うん、あ、できるかもしれない。ゲストが来るかもしれないですね。勝手にさ、本人いないところで。本人の承諾は取りませんが、まあ、そんなこともあるかもしれない。大丈夫です。じゃあ、次回30日のまたお昼頃って感じで。またあと、改めて告知します。今度、襟のつけるところを見たい。縫い付けですかね、花縫い付けか、適当すぎて見せなかった。YouTube そうそう、それは上手な人のを見た方が私も適当です、うん、なんかちょっと見せられないそうな。あのリクエストお答えできることと前お答え、ね、できにくいもの、うん、あそれはまあ、まあ、適当ですよ、うん、見えないところはね、あ見えないところはね、そう、私も省略しまくるっていう、あの手を抜くのも大事、普段着だし、あ、本当本当そう、そう、手を抜くのも大事、あの何でも完璧にしようとすると続かないし、そうです、本当そう、うん、あともう襟なんてね、両面テープだったり、あ、そう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 、安全ピンだったりね、であと自分のこうやっぱりね、あの好きなやつがねあるから、あるからやってみると、私割と縫い付けるのがなんとなく気分的に好きなんですけど、私も縫うの意外と好きだから、そうあと縫った方がやっぱ固定する、きちっと ね、そうあのそう、たまになんかめんどくさいとこの縫ってあるやつの上から安全ピンとかで、うん、あ、そう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 、急ごしらえでつけたりはするんだけど、そう、ね、そう何枚もついてる地盤が、私もその縫い付けるのも一個重ねてある上からまた重ねて重ねてとか、そうそうそう、だからでも冬とかだとそのがなんかあのぽってりした襟になるからいいかなみたいな、そうそうそう、あるあるある、結果 OK、 そうね、ね、そう結果オーライで全て、とあとはなんかこうレースとか上に重ねて、あそれはね、そう私それよくやるんですよ、そうやる、そう、ね、ちょっと雰囲気変えたい時にとりあえずその辺にあったレースとかをつければいいとか、ね、重ねちゃえばね雰囲気変わるのよ、そう、なるべくだから縫い付けるのをねサボりたいっていうね、うん、そう、あとだからその全部重ねて縫ってあれば一個剥がせば次の下のが出てくるから、そうそうそう、そういう感じだよね、ズボラな技みたいなのはどん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 増えていく、そうですね、うん、そうね、そうだね、いいどういたしまして、また聞いてください、いろいろね、そうだね、こんな感じですかね、そうですね、とりあえず今回、うん、まあ、今日はお月見、お月見、お月見 ね、このままに晴れていけるかな、ね、いけると思うんだよ ね、そう、秋の月がなんでいいのかっていうと、うん、やっぱり空気が澄んでる、あの水蒸気量がちょうどよくなると、うん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 、夏はほらやっぱ湿気もあるじゃない、うんうん、でこうやっぱ澄んで見えてくるっていうのと、ね、月の高さ、うんうん、ああそうかそうかそうか、うん、なんかね秋、うん、秋は一番いい高さなんだって、へーそっか、でもそうだよね、もうだからやっぱりそういうのも昔の人はやっぱりこの時期の月がいいって言って、うんうん、ね、月に夜に出てもギリギリまだ寒くないよね、そうね、うん、まあ、冬じゃ寒くてねやってらんないよね、お月見とか、そう ね、でも、まあ、冬ってか冬になるとやっぱり星綺麗だからさ、そうか、流星群とか確かに来ますね、これから、うん、本当に今虫の声がいいねと思って、そうそう、なんかその月とその虫の音色っていうのがやっぱりその相乗効果で、いいね、そうそうそう、あなんて雅っていう世界、うん、私も今日それ思いました、朝洗濯物をしてそのかわいそうなカマキリを見た後になんかすごい今虫の声と思いながら、そうそう、ね、
ね、お月見楽しんで、でもうすぐ秋分の日ですから、ね、そうですね、お彼岸のね、彼岸もう彼岸入りして、今週とお彼岸なので、うん、まあ、墓参り行ったり、ちょっとね、ご先祖様のこと考えたり、そうですよね、思いを馳せるって大事なことなので、それは本当に思いを馳せるって、ね、うん、そう、お墓参り行けなくてもちょっと考えてみたりとか、うん、すごい大事。そうそうそう、あ、私そうだ、これ半魚丼でした。あ、そうだ、忘れてた、忘れてた、忘れてた、この間だからなんだっていう ね、お試しの時髪型が半魚丼、髪型が半魚丼って言ってたのが語弊があるけど髪型が半魚丼でした、半魚丼でした。そうそうそう、で、そこのね、このタコは ね、 あ、このね、何度も言いますけど、さゆりちゃんって言うんですよ、この子ね、さゆりちゃんって言うんですよ。そうでさ、なんかもう一個、もう一個なんかキャラクターがいて、あれ、このマスクにいないか、いないな、僕にはいない、あのね、これはあのドンキホーテで私買ったんですけどちょっとドンキホーテ買ったんですけど、ドンキホーテにでもグッズでもう一個、なんか目がね、あのなんだっけ、ぐるぐるのさ、あのどの強い眼鏡みたいなのかかってる、あ、うんうん、黄色っぽいキャラクター、うん、いるいる、あれ何でしたっけ、ね、なんだっけあれちょっと皆さん、ハンギョドンキャラクターでぐるぐる眼鏡でね、あのそうなんかね、いたんですよ。あれなんだっけなと思って、なんだっけね、ちょっと調べよう、ね、調べようと思った、私忘れてたわ、半魚丼、半魚丼どうでもいいね、またどうでも、また着物に関係ないまあこういう話ですよね、こういう話でね、はい、じゃあこんな感じで、こんな感じで ね、だん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 秋めいてきて、はい、ね、あ、一個かわいい茨城弁あったから紹介する、はい、え、地図編み茨城弁茨城弁講座勝手に勝手で、あの、はい、私使ったことなかったですけど、なんだっけ、すごいねこれ、本当辞典になってる、 あの日向ぼっこのことをあったかぼっこ、あったかぼっこ、かわいいかな、かわいい、あったかぼっこしに行きます、ちょっと今日あったかぼっこ日和だ ねみたいな、かわいいね、皆さんちょっと覚えましたね、あったかぼっ こね、ね、あと茨城の方言の成立は縄文時代中期かっていう研究をされてる方の記事とか、すごい、縄文時代から茨城弁があったんですよ皆さん、ね、ね、これに関してもまた面白いね、勉強しましょう、ね、またね、次回はじゃあ9月30日に、はい、9月30日に突然ですが、はい、決めましたね、ちょっとね間空きますけれども、はい、まあでもまあ1週1ぐらいでね、まあ、でもやっていけたらいいなと思っているので、うん、まあ、なんか聞きたいこと、はい、調べてほしいことあったら、あったかぼこかわいいでしょ、あったかぼこ、今日あったぼこしたねとか言って、ね、ああしみじみ、その辺でしたいね、その辺でね、あったかぼこ、あったかぼこ、じゃあ次、はあ、また来週、はい、また来週お目見えしますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、何でもお便り募集中なので、はいはい、エンディング、はい、エンディングスタートはい、じゃあ月見なので ね、 ね、かわいいでしょ、お団子、かわいいね、こんな感じで、はい、じゃあ、はい、じゃあまた、また今日はありがとうございました、ありがとうございました、またね、バイバーイ